カモンタツオのゴーゴーカモン日本食列二十三回目その二ということで今回もえ日本料理清山の山本晴彦さんに来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします清山っていうのはこれ晴彦さんだから出たん、ね、そうですね山本晴彦なのに逆にしてですねなるほどはい。もうこれはもう昔から、えっと、独立したら清山にしようと思ってたんですかそうですね独立する 2>, 2年3年ぐらい前から考えてましてなるほど12年間岐阜でお世話になって、はい、でこの独立するタイミングっていうのはどういう時にやってくるんですか、はいあのですね、?19 の時に30で独立したいんでそこまでこうよろしくお願いしますみたいなことをずっと言ってたので、ええ、結構スムーズにですね辞、うん、める2年ぐらい前に、うん、あの。 話をしたら分かってるよみたいな頑張ってよみたいな感じで送り出ししていたただきまでもいざ独立するとなるとしかも東京っていう場所を自分、栃木出身でですねやっぱり都といえば東京でですねやっぱり憧れが強くてですねやっぱりこう東京のお店行ってもやっぱりすごいなっていうところがいっぱいあるのでそこで勝負してみたいなと思ってですね出てきました。 でもういきなり三田ですもんね、なんで三田に決まったんですかたまたま前、カウンターカップの支店でですねカウンターカップの店がありましてそこで不動産関係の仕事をしている方にですね紹介していただいてコートドールさんという近くに名店フレンチの名店のお店がありましてそこを何度か来たことがあって。 ありましてすごい空気感のいい場所だなっていうのもありまして結構でもしつらえとかどんなふうに壁はどうするとか店一軒始めるっていうのは大変なことでしょそうですねやっぱりこうなかなか寝つけない時もありましたし楽しさと辛さの半々ぐらいでしたねはい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 は夏場はいが それぞれきのこの季節はまったけとか、はい、日本料理って、ええ、まあ冬場はカニとか,、はい、か必ずまあそのまあ走りと名残までいろいろあるんですけれども星山さんはやっぱお,お得意っていうか売りっていうかこれはうちはちょっと自信持ってますっていうのはどんなやっ,ぱやっぱ夏のですね郡上,上の鮎ですかね。うちののの高田のおやつさんの生まれ 座った場所でもありますし、こう、そのあゆがやっぱりこういいのが、こう入ってきますね。ね、それはもう、その流通のルートは強いですね。そうですね。郡上オンリーですか。郡上だけですね。あ、そう。はい。いや、あの、夏に郡上行った時に、やっぱり高田さんとこで、あの、行ってた。え、わ、まあ、息子さんが第八という店でいて、あゆ食べさせてもらいまして。で、翌日も、高田さんとこで、あゆ食べたんですけど、あの、やっぱり、まあ。 当然親父さんの方が洗練されても美味しいし、はい、まあ地元であの台橋さんも美味しかったんですが。えー、高田さんってその郡上で子供の頃から川に潜ってア鮎捕まえて暮らしてたわけでしょそうです、ね。そんな郡上ね、しかもなんか鮎を、なんかあの友達と追い込んで海パンの中に。茹でたりとかして、手で <laughs>、はい、手づみでアユを取ってた人が、はい、あの。 アイを料理するというこれほど説得力のあることはないですね。そうですね。バイを全部し知ってますね。やっぱりこ,このアイはこういうように焼いた方がいいですとか、このサイズはこういう角度のほうがいいですとか、は,<ぁ>はい、あこのこっちのアイの方が油があるんだとかですね。<ぁ>いろいろ教えていただきました。そ,そうでしょうね。個体、はい、もあるでし,ょし。そうですね。でこのこのちょっとこううねうねうねみたな形にす、えーはい、その串の刺す場所とか、えー、あと まあ焼き方によっては頭残す焼き方もあるけど頭まで食べられる焼き方と尻尾もで,<う>でも尻尾がこ焦げたらあかんし <laughs> デリケートなそうなんですいろいろやっぱりこう打ち方によったりですとか炭の角度ですとか炭台によっても焼き台によっても違うのでいろいろ奥はすごい深いと思いますね本当深いと思いますねだ、はいいた塩焼きの場合、はい あれどれぐらい時間かかってるんですかえっとまあそのお店の店によって違うと思うんですけどうち、うん、はもう30分から40分はかけます、うん、大きいものですとやっぱりもう50分ぐらい特大になってくるとかけたりもするものもありますねうん、うん、はいまたその最初の頃は小さいやつがどん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 大きくなっていく、えー、面白さもありますしねはいあのーあのー、まあ高田さんのところはやっぱりおいしいなと思って、まあ、当然その流れを組んでる青山さんのやつもすごいんですけどもありがとうございますあのー 新宮和歌山の新宮っていうところの近くにね、えー、高田川っていう川がありまして、はいえー、でもうそおそば屋さんなんですけども、はい、そこの大将っていうのがねもともと徳島の池田出身で,、えー、で子供の頃からもう鮎が大好きや、はいはい、で大阪で不動産屋とかやってんだけど休みの時はいつも鮎の友ずりしに、えー、あの朝早くから出かけて行って。えーえーで 日本中のアユを渡り歩いた結果そこの新宮のところの高田川のアユが一番やっていうことでそこに定住をし始めておそらく78年で毎日4時からアユ釣りに行くんですすごいですねでそこのアユはあんま大きくならないんです大体1 0ンチから1 2センチぐらいう結構ちっちゃいですねそれなんで年間に2月だけ釣れないけどそれ以外の季節はいつも釣れてはあ とかないんですかないんやろなあそうですかそこ行ってはそれを料理の腕があんまりないんで簡単に塩焼きにするか唐揚げにするかで40匹ぐらい食べて帰ってきたんですああいいですねまああゆの妖精みたいなおっちゃんです香りとかも強いんですかやっぱりもう強いいい香りです不思議な食べ物やね日本にしかおらへんのでしょあゆって。 おそそらくく中国国ととる聞けどうですねあんまりでも話はそんなに聞かないですもん食べるっていう文化は日本がやっぱりあれですよね一番でしょうねやっぱりねはいまああの川によって育ち方とかもちろん放流するのもあれば全くの天然もあるしそうですねいろいろなんかその鮎の聞き鮎コンテストみたいなんで高知県であったやつでやっぱり鵜錠の鮎が一番になったって言ってましたね。 わわららあゆ、はい、わらわらやっぱりない肝とか,か内臓とかですね、うん、香りとかは別格にいいと思いますね。で、あのー、当然夏はあゆを期待していくんですけども、はい、その天気が悪かったり、はい、あ雨が続いたりするとここからもう入ってこないっていうこのちょっと爆性も釣り師がやっぱ川に入れないのとうん、うん、あと雨,雨の後はやっぱり 内臓に砂利を噛んだりとか砂を噛むので<ー>そうそうないせっかくの美味しいご馳走がですね、うん、砂利って言ったらもう終わりなのでなるほどですからこう天,候天気がついてる時の愛の方が間違いなく美味しいと思いますね、うん、ストレス愛もストレスないですしやっぱりこう香りもですね、うん、見た目もやっぱりこう素晴らしいと思いますねはいいやほ本当日本ならではの 本当にデリケートな食材やなとね思いますよね。はい、ええー、あとはまああと季節日本料理であこれが出てきたらこの季節やなっていうふうなことを感じたりお野菜なんかでも感じるんですけども、はい、あのお野菜とかはどっから入れてるか決まってるんですか。えっと山菜類はすべて岐阜から入れてましてはい。うんうんうん。でキノコ類もやっぱりこう天然のキノコ岐阜から、うん、あの。 送っはいまあもちろんこうない時とかはですね信州の方から入れたりですとかまあいろいろルートはあるんですけどやっぱり岐阜がほとんどもうんそうですね80%ぐらいですかね普通のお刺身とかの,の、はい、お魚とかは築地ですかいえあの築地が3割ぐらいであとはあのほとんどあの日本海の敦賀とかですね氷見、うん、の方からあの魚を 送っていただいてます。はい。それはあのどういうつながりでもともとあの岐阜のその高田発祥のつながりなんですけど、毎毎毎日こう岐阜からですね、買い付けに行く和継という仕事のこう方がいて和継中中街さんですか？仲街さんじゃないか？そうですね。あのまあ水産会社は水産会社なんですけど、岐阜の方からこう毎日仕入れに行ってくれる方がいてそういう岐阜は大体海がないですからそうなんです。でこう 朝取れたものが夕方に届くようなこうシステムを作っていただいている方なんですけど、すごい魚にこだわりがあって、すごいこう日本海側の魚いいものがいっぱい届くようになってます。そういう人はいんねん。そうなんです。そういう人はやっぱりあの魚のことでもね、はい、あのやっぱりこう。 イけジめすするとか、はい、そのそのどういうふうに下処理してやるかっていう知識を僕らここ数年あ,あそうなんやって思って、ええ、そまあ、その世界もどんどん一時的発展すると思うんですけど、ええ、そんなことにもか,かなりこだわってあるんです。そうですね。やっぱり、うん、今日はもうやめておいた方がいいですとか、あのこの魚二三日後との方がいいですとか、寝かした方がいいとか。そうですそうです。<ー>送るやっぱ送るのでその分リスクはもちろんこう輸送なのでリスクはあるんですけど、やっぱりあのそれ以上にやっぱりこう得れる もう価値のある魚が届くので、うん、すごい感謝はしてますねはいそうか、はい、いろいろいろんないろんなやり方でいろんな食材を入れてはるんですね、うん、そうですねで今あ三田の生産で4年、はい、でどういうまあカウンターの中あ,あっち行ったりあっち行ったりとら、はい、してはるんですけども、はいえー、一番喜びを感じるのはどんな時でしょうかやっぱりですねあのー まあ、お客様帰る時に笑顔でこう、うん、楽しかったよって言われるのが一番僕は好きなんですよねうん、うん、美味しかったっていうのはやっぱり美味しいものを作るのはもちろん美味しいと思って作出してるのでそこでこう美味しかったですかって聞くのはやっぱこうなんか変な感じもしますし楽しかったよって帰っていただくのが一番最高の幸せというか喜びですかね。まあ そうですねいろんな人が来て、はい、まあでも掃除でて喜んで帰えられるとは思いますけどねいやもうありがたいですねはいで割とあのワインとかも、はい、あのワインクーラーとかもオリジナルのやつがあったりして、えー、こ,れこれもなんか日本料理高田、まあ、さんのとことかもそうやと思うんですけど、えー、ここ近年和食屋やけどワインがあるみたいなそうですねワイン飲まれる方が圧倒的にふ増えてますね。圧倒的に増えてるやろうねはいう そういう流れでに何合わすねやっぱりいろんなブドウがありますから合う合わないもちろんあると思うんですけどやっぱり嗜好品ですのでお客様のやっぱりこういろいろあると思うんですけど本当にワインで合わされる方が増えてきましたはい日本酒って言っても本当に幅広いそれは全国から入れてますかそうですねまあもちろん岐阜のものもあれば栃木のものもありますし今はもう完全うちの オリジナルタンクっていうのを作っていただいて宮城の仙台の森民酒造さんっていうところにですね、えー、こういうお酒を作りたいんだっていうことで一、うん、タンク作っていただいてます、うん、えー、はいえっとゆくゆくまだ言うても34やもんね35ですね35かはいど,どういう展望をこの先の未来のど,どこを目指してどんなふうになっていこうって思ってるんですかいやでもまだ まだもう4年なので今はもうしっかり地道にですね、うん、コつコつやるだけだと思ってるんですけど、うん、やっぱりあの僕らも高田の親方にです、ね、してきていただいたようにやっぱり下を育てていくのもこれからの任務というかですねり仕事だと思っているので、うんうん、やっぱりこれからこう若手もどんどん育成していきたいなとは思ってますね外国からのお客さんとかも結構来られますか。そうですねあの特に 最近は増えてきたと思いますああと保守とかの影響とかもやっぱこう、ね、ガイドブックを持ってこられる方もいらっしゃいますし、うん、ホテルからのホテルのコンシェルさんからのやっぱご紹介ですとかっていうのもありますねか英語とかしゃべれるスタッフいんのいやまあそんな優秀なスタッフはうちそういないので <laughs> 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 やっぱりこう 挨拶制度ですとか、まあ、料理の,その、うん、説明難しいよねこれ何 <laughs> ですかって聞かれた時にねそうですねもう単語を並べたりですとかしてこう対応してるんですけどでも最近の外国の方はやっぱり日本料理にこう詳しいと言いますかうかかある程度勉強してきてはるからそうですねあ,のあんまりこうのはないですね結構食材を言ったら分かりますね僕らが下手に英語で言うこれはウニですねとか<ー> <laughs> あの普通にこう。 魚の名前を日本語でちゃんと分かってます方、うんうん、が多いと思いますねこれから楽しみやなあとまだセ、えー、山さんが35でイシマの黒木さんも同世代やし ね、20年経っても55やもんね <laughs> 何でも20年経つことになり <laughs> ままずはずっとその20年間の間にどん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 料理人としても成長していかれるでしょうし、はい、それは技術的なこともそうやし人間的なこととかあと人脈とか、えー、いろんなね意味でどんどんと広がっていくので、はいえー、これからもお付き合いさせていただくのを楽しみにしております。えー、おしいまというわけでまた,またこの音源とかをですね、はい こ YouTube で上がるんで、はい、10年後とかにもあの劣化せずに聞くことができるんですよ。とか <laughs>、ね、そういう意味でも YouTube というメディアは面白いなとか思いながらこのコーナーをお送りしてるんですけれども、はいえー、じゃあまたお店の方に伺いたいと思います。2回にわたりましていまそんな山本さんの、えー、リクエストですが小田和正さんの「確かなこと」。 これはまたどうしてこれ、ね、小田さんの歌を聴くと初心に帰れるというか気持ちが優しくなるというか,ですか、ねうん、やっぱこうもちろんイライラすることもありますしば、うん、タばタしてこう周りが見えなくなることがあるもちろんあるんですけどそういう時小田さんの歌を聴くとこう、うん、冷静になれるというか、うん、こう初心に変えれるる気がしますねなるほど、はいまあ、そ音楽にもそういう効果はあるでしょうし、えー、料理とかにもあるんでしょうね。なんかちょっとあの やっぱりなんか気分が乗らない時にでもこう料理を食べたことによって元のラインに戻ったりとかそうです、ね、テンションが上がったりとか、はい、そういう効果もありますよねじゃあ聞いていただきましょう小田和正さんで「確かなこと」。